まあ、僕は広島に生まれて、いつか平和についての作品をずっと作りたいなと思ってたんです。まあ、戦後100年、2045年に向けて、今生きる人たちがどういったメッセージを送るかっていうのがこう大きなテーマだと思うんですけども、未来に向けて発信できる、しかもスケールが大きいですよね。過去、現在、未来にその先生の思いがつなげていけたらと思って、今みんなで一緒に協力してずっとこういう豊かな街であってほしいなと思います。